どうもイタリアに来てまーす、イエーイということで、まあ100万人記念ですよね。っていうのが本当たまたま重なったわけですけども、っていうかも兼ねて AW 始まる前に貸していただいております。気持ちいいです、最高です。なんかもっと頑張れそう。ありがとう、感謝。てか世界広い、イタリア最高、ワインうまい、飯うまい。そのライカーって使って今こうね、写真を見てんだけど、どれもめっちゃ素敵。写真アカウント作ります。やばい、文章がつなぎられない。本当に気持ちいい、マジでいいわ。ありがとうございます。そしたらじゃあまたね。さあということで、旅立っていくわけですが、贅沢にも、ビジネスクラスで行かせていただきました。ありがとうございます、ね、もう公式もあって、式のここでこうですよ。はい、で今回旅にですね、ライカを持ってってその写真を撮るのも楽しかったですね。ここまで遠い、結構乗り継ぎなどもして、大変でしたね。海外旅行そんな多く行くわけじゃないですが、疲れましたね。超綺麗だよ。俺はちょっと街並み変わったね。なんかちょっと変わったね。来ました。ぬるっとイタリアついたわけですが、最高じゃん。どこ見ても絵になるよ。はい、やっぱね、 GR3 やライカで撮る写真はどれも美しくて最高でした。ありがとうございます。途中オレンジの車が通ったり素敵でしたね。このね、 Google マップのレビューもすごい良くて、行ったんですよ、サンドイッチめちゃくちゃうまかったです。眉毛がブラウンであること結構マジで大事じゃないですか。眉毛がブラウンであること、急に芋っぽくない。俺がね、頼んだ方のご飯は、うまそうなリアクションしてるけど、そこまでうまくなかったですね。ハムが乗っかったやつの方がうまかったですね。まずいのがバレたんかなと思ったけど。素敵っすね。上もすごいわ。馬が通ってました、なんと。すごー。何のために歩いてるのか分かんなかった、ね、ここの夫婦素敵だったな。夫婦かどうか分かんないけど、なんかね、ハートフルでした。お馬さんもいて、この日のコーディネートはパンツにウィムのドラッグパンツ、そして T シャツにウールティー着ました。グラッツェ、グラッツェ、お手洗い、お手洗い、お手洗いが、お手洗いが、あ、すごい、あのよく海外にあるやつが、どういう置き方ですか。おしゃれすぎますね。裸です、グイ。テラスでご飯食う気持ちよさが日本よりも何倍もありましたね。はい、乾杯。
ィンテージウォッチ屋さんですね。この方素敵だったんですよ。オアシスのホワットエバーとかも歌っててさ、めちゃくちゃ良かったな。しかもホロ酔いで聴いていいから、僕らは。それはなんだ、エンジン組むわ。ええやな。この人インスタもやってました。 DM もらいました、載せたら。チップもね、当然義務として果たしてさ、写真ね、このライカショップの前に、このああもうこのカップも、ああもう素敵、馬さんに挨拶するね、素敵な奥さんも、ああもう素敵。でこのファッションもいいなと思って、このポコッとしたお腹もいいなと思って、中で、ね、新聞読んでるおじさんも、カットしてるおじさんね、待ってる人、いやおしゃれなおばちゃん、このオレンジの色味もすごいよね。でこの長いやつもね、この飛行機雲も全部よかったな。ユニクロ行っちゃいました、行っちゃいました。もうすごいんだから、人がマジで人多かった。日本だけじゃないっすよ、人気なのは。あまりにも汗かいたから、インナー足りないなと思って。日本で買えるのに旅行先でこういうの買えるのいいよね。確かに、はい、いいです。旅行先だから普段買わないとか言った、もはやユニクロまで来ると服を買ってんじゃないんだよ、快適を買ってんだよ。グイ酔っ払いがね、来ましたね。できた？できなかった？ごめんなんだ。いやもうね、今目線にやった人もおしゃれだし、全員がおしゃれですね。ここはエリチ的なやつだね。みんなエリがついてる。分かんなかったっすね。襟がついてなきゃダメっていうのは。あーグイ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 、あーそれそれ、グイ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 、あーそれそれ、パスタ巻いてる、あー巻いちゃって巻いちゃって巻いちゃって、いっちゃっていっちゃって、あーグイ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 、あーいいじゃないですか。ツナは来なそうですね。なかなかね、この商品の提供スピードがもうほんと日本の 5,6 倍あるイメージでしたね。うん、うめえのよ、その代わり、ソースうまっ、ソースめっちゃうまいのよ。素敵よ、もうなんかこう、そこら辺建ってるマンションやビルがもう観光名所みたいな、隙がないんですよ。素敵でね、ね、もうチャンピオンズリーグ見たんだけど、後半の方だけど寝ちゃったんだよね、実は。素敵よね、どこ撮ってもいいになるんだから。これ朝5時ぐらいにね、起きちゃって写真撮りに行った日ですね。もう全然人もいなかったからこそ、うわこれとかもう素敵よ、好き、あのもう噛んじゃうほどにめっちゃいいよな。素敵でね、いやいいよな。ボンジョーノと皆さん、こんにちは、ゲンジです。ということで、当初はね、動画アップしない予定だったんですけど、
あまりにもね、イタリアが気がいいということで、2日目なんですが、その日その日のコーディネートだったりとか、多少の記録とかを、皆さんに啓発していければなというふうに考えております。いや、めちゃくちゃいいよ。今日の簡単なコーディネートをお見せしていきたいんですが、シャツはリドムの、まだね、夏、日本だと寒くて着れないシャツを早めに、イタリアを暑かったね、昨日ね。で、とんでもなかったタンクトップ合わせて着ます。で、もうカメラは2台体制で GR3 と Q3 を同時に持ってます。で、アクセサリーに関してなんですが、ライフのルーシーリーシリーズの第1弾となるネックレスと第2弾のブレスレットと、最近ね愛用しているロイヤルオークという時計をつけさせていただいております。そして旅に欠かせないオンのクラウドモンスターですね。これはもう歩きやすさが半端じゃない。すごーい。カフェグイ。窓からの景色も素敵でね。フィレンツェですよ。日帰りにしてよかったですね。当初はこう泊まっていく予定だったんですけど、日帰りでよかったです。素敵で、旅行気分満載のメガネつけちゃって、あっちです。全然違う場所にね歩いてくるわけですけど、本名グイ。もう好きあればね、いろんな写真を撮って。現地ホリデーにいろんな写真をアップしてるので、ぜひねチェックしてみてください。いやもうね、皆さんちょっと衝撃的ですよ、この後の映像。この中本当にすごかったわ。そこら辺の美術館よりもすごかったな。いとこのね、女の子いて今みたいな笑顔をするんですよ。香水屋さんだよね。香水屋さんなんですよ、本当に。そうマジでどれもね、商品自体は日本に置かれてるものと変わらないと思うんですけど、もうなんだろう、空間、環境、香り、人々、備品、どれも、あ、ルーシーリーだね、ボタン、ブレスレットをつけていきました。いや素敵よ。もうね、庭園、素敵な外が、まあ、入れない感じだったんですけど、入れるのかな、道考えれば。なんか受付場みたいな観光客がいたんですよね、休んでる人がいました。素敵ですよ。でもそれも絵になってね。僕が今履いているデニムとキャッチョムの中生産させていただいたデニムでございます。こちらの新色がね、また新たに出るんですが、新色出るんですよ。やっぱり歩きやすいですね。シャレてるよ。写真もね、撮っちゃってグイッということで、そしてできたメガネは、海外だからっていうところもあって、日本じゃなかなかつけれないサングラスをあえて持ってきました。旅行気分に、日本ではつけなさそうだね。ほんのり度が入ってるぐらいだから、結構こう遠くみたいな人により鮮明みたいな人がかける。日本よりもやっぱり海外、まあ場所によるけど眩しいですね。はい、いい感じです。結構なんか落書きが多かったですね、ここは。素敵な場所で、まあ日本も日本でね、いい場所だと思うんですが、ここのね店員さんが撮ってくれ撮ってくれって、いいね、撮りました。イエーイ、グラッツェグラッツェ。NHK ですかって
ここのカバーも素敵でしたよ。観光客がやっぱりねベタにめちゃくちゃ多かったですね。わすごいよ。そんなすごいですか。あすごくいい。そうですね、まあ、リールにアップしたんですよ。すごい、もうパイロットメガネですね。撮っちゃって、さすがライカって感じですね。これもライカかな、携帯かな。今川を背にしてるのかな。技術さんも正直歴史とかあまりわかんないんで、それを入れていけたらいいなと思って。現代アートは好きなんですけどね。なんか昔の絵画とかちょっとわからないっすよね。こういうのね。サイゼリアね、サイゼリアの絵がいっぱいありました。ここはね、あまりにもいろんなと飯があんまり美味しくなかったな。なんで移動するっていうね、移動しちゃいましたお店を。そうさっきのお店が本当にね食べれなかったからこそ、この店にたどり着いた時の感動がすごかったね。すごいよ、野菜もグイしちゃって。ここの夫婦が素敵だったんだよね。写真もいい感じに素敵よ、いい感じです。ここのね雲といい素敵ね、本当にどこも。もう常に街から目が離せない。お願いされましたね写真を。なんかお祭りっぽいのやってましたね、行進して太鼓叩いて。結構ね画面に映ってないだけで寝てる人いっぱいいたんですよ、ここ。僕もね寝かせていただきました。さあなんかねボーボリ庭園っていうところがあったんで入ってみました。事前にねチケットとかも取ってたのでスムーズだったのかな。いいですね、素敵だったけども、この時にはもう結構体力がなくなってて結構しんどかったですね。新幹線にも乗ってさ、暑いんだよとにかく、マジで暑い、疲れてて。ようやくここで大休憩ですよ、大休憩。気持ちいいんだから、すんごい気持ちよかったなここ。トランプゲームやってる人もいれば、大の字になって寝てる人もいれば、木の下で本読んでる人もいれば、孫と遊んでるおばあちゃんおじいちゃんもいれば、ね、素敵なこう世界にドラマがありますね。ほらもうどこでも休んでんなこいつ。どこでも休んでるよ。でここもさ、帰り道までも素敵でしたね。東京の都会にいるとこういう自然とかも見ないからね、素敵よ。もちろん日本にもいっぱい自然があるけど、イタリアのフィレンツェの自然も素敵でしたね。自然なのかな、まあ作られた自然だけど、いいじゃない、人も少なくて素敵でしたね。デイ3
電車を使いました。結構盗難が危ないってガイドの方に言われましたね。この日だけガイドの方がついてくれて、いろいろ観光しました。このね、おじさまも素敵ですね。このお腹が出てるね、手巻き時計を巻いてる人の写真も素敵でしたね。初めてのバチカン市国ですよ。一番小さい国。もうチケット取ってたとしても並びました。チケット取ってなかったら4時間とか5時間ぐらい並ぶらしいです。さあ、バチカン市国入国しました。素敵ね、本当に。もうやんだ、もう素敵な街。あ、町なのか、まあ、町なのか、バチカン市国。まあ、いろんな説明を受けました。8割方何言っていいか分かんなかったんですけど、まあ、もちろん日本語で解説してくれたんですが、でもガイドなかったら楽しめなかったとか、まあ、楽しめたんだろうけど分からなかったことが多かったかな。ここもすごかったな。最大級だけど、これよりも大きいのあんのかなっていうぐらいに本当に広かったし、大きかったし、すごいね。見渡す限りもう歴史的な絵画がね、もう描いてあって、すごかったな。彫刻もいっぱいあって、いや、ここはね、ちょっと異次元でしたね。で、 OMC のローマの昔の都市がね、描かれたシャツを着てったんですが、ガイドの方にも気づいていただき、めちゃくちゃ興奮しました。ここなんとかなんとかしんの、ほえ、いい感じでしたね。着てってよかった。この芝生ぞガイド旗も可愛かったな。素敵な写真がいっぱい撮れてよかったな。ビールですよ。ビールと同時になんか甘いコーヒーをいただいたんですけど、それもすごい美味しかったですね。生き返ると、すげえし、このコーヒーもめっちゃ甘いんだよ。これこれこれ、めちゃくちゃ甘い。砂糖水カフェインとアルコール同時に摂取しろって。大丈夫いっちゃって、旅行だと肌が荒れるね。必ず荒れて帰ってきますね、僕は。すかさずカメラ。カメラなかったら旅行の楽しさ3割減かもな、今の僕にとっては。6人家族がね、それぞれ前後で運転してて可愛かったな。ここもさ、絵ですかって感じよね。素敵な街。先ほどですね、バチカン市国の大聖堂だったりとか、あとはまあなんだ、あの建物の中、美術館というと変だけど、もういろんな歴史的な絵画を見て、今もうビールも飲んで、すごくちょっとふわふわしてる現地でございます。で、今日のファッションはイタリアの昔の地図が描かれた OMC の写真ですね。来ました。すごい現地の人に褒められるんですよ。で、ここにコロッセオが昔のやつであったりとかするシャツで、ネックレスがティファニーのネックレスですね。で、パンツが今日なんかいる写真とかも撮りたかったし、荷物も多いかなと思ったんで、カーゴパンツのポケットがリドンの
2年パンですね。まあ夏まだ来てないのもあって、まだお買い求めいただけるパンなんですけど、これわずかに済みました。で、ベルトがライフのベルトで非常に気分を上げてくれます。サングラス相変わらず海外仕様の彼サングラスです。イエーイということで。そっちを。はい。中に着てるのが小森のタンクトップですね。では、そんな感じで旅も楽しみたいと思います。いやリネのパンツ良かったな。本当にもう肌との接触もなんだろう、こうサラッとしていて涼しく快適でしたね。ティファニーのネックレスも可愛いわ。もうこのメガネ似合ってなさすぎるけど旅行感あっていいよね。そう、ローマに戻ってきまして、入国あんだけ時間かかったのに出国に関してはもう本当にさらっとしてるんですよ。どういう原理みたいな。ここ怪しい人いっぱいいましたね。怪しい人がここで撮った写真も素敵でしたな。この二人組はめっちゃ素敵だったな。暑いのよ、とにかくマジでね、コロッセオあたり俺死んでたね。ちょっと死んでた、暑すぎてやってらんなかったね。そしたらなんか彼女がこうバッグ持とうかなんて言って、全然甘えましたね。バッグ持ってくれるのであればそれは持たせちゃうぜみたいなっていうぐらい結構なかなかに自分の体力がなかったですね。場所で疲れてるな。鳥ね。コロッセオはね、僕個人的にはあんまりだったかな。もちろん歴史とかいろいろ説明聞いた上で言ったけど、なんか人の多さと暑さとなんか想像とあまり変わらなかった感じから、なんかそこまでだったかな。ぶっちゃけると、からもしイタリア旅行するときコロッセオ行くか悩んでる人はちょっとね、一旦考えてみてもいいかも。少ない時だったらいいんだけどね。で、ここのお店ですよ。素敵ですよね。もうワイングイグイあ、グイグイグイ、うますぎたな。ワインのペアリングをね、頼んだんだけど異常なまでに美味しかったな。いや、異常なまでに美味しかったワインが。はい、紫外線で肌の出会いでも使いながらデイブフロントが立ってます。どうぞよろしく。めっちゃあってな。ゆっくりになってますね。夕焼けがね、本当に素敵 で手前にある森は何の森なのか分かんないけど、木がね丸っこいんだよね。ここでね撮った写真がもう全部素敵で、すごくない？これアップするともうこんな感じよ。画面全体の荒らすとめちゃくちゃ綺麗だよね。記憶よりも写真の方が美しいもんな。ダメなことかもしれんけど。でもうみんな素敵で、もう日も暮れて素敵だったな。でこのさ写真もさ、ここをグイッとさ拡大するともう海を切り取ったかのようなね絵が撮れまして、素敵でしたね。現地グイッ。さあ夜も素敵で、ワインが本当に美味しくて、なんか8杯9杯来ましたね。グラスのなんかいろんなボトルの歴史的なワインが。さあ
まあ、これから飛行機なので、まあ、防寒も兼ねてアウターを重ね着していますね。中に着てるのがリドムのデニムジャケットで、上が確かコンボリでしたね。でパンツがリドムです。さあギリシャに到着いたしましたよ。いやギリシャも暑いんだわ。だからもうどこも暑いね。ました。あ、イケアが。イケア。さあ、ホテル着きました。本当ギリシャならではのインテリアの作り方で、窓からの景色もなんかここはなんだろう、歴史的な公園。ギリシャ神話に基づく場所だったらしいんですが、あんまりよく分かってなかったですね。どうも皆さんこんにちは。4日目か5日目、次はですねギリシャのアテネにやってきました。結構印象としてはまあ、ギリシャ神話の建設物だったりとか、イメージ的に南米寄りの雰囲気がありますね。ヨーロッパなのに滞在は1日だけで、明日の朝早朝に出るので、まあ、これからまあ、巡るって言ってもあんま巡れないんですけど、街並みを見ていきたいなと思っております。でもうものすごく暑い。気温も35度ぐらいですね。今日の服装はパワーレガシーのノースリーブにウィムのサングラスです。はい、もう飛行機やらでもう髪はぐちゃぐちゃで、ワックスもつけたくないんでサラサラな感じです。でもうパンツはリドムのリネンパンツ、ポケットもあって涼しくて軽快で、このベルトとの相性も良くて、フーフォースのねサンダルが非常に相性がいいです。とにかく暑いね。で今から何を見せるかというと、なんか YouTube に見つけた美味しそうなご飯屋さんがあるんで、そこに普通街並みいい感じのところがあったらシャッターを切っていこう、そんなやつでございます。隙あればビールですね。量すごいね。グイ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 。なんでそれそれそれ。ギリシャ神話っていうとなんかどこかゴールドって感じがするんで、なんでゴールドカルティエのブレスです。まあ一応最初1回したわけですね。そんな感じです。マヨネーズみたいな辛い。辛いんだ。急にね話しかけてもらえて、話してる様子を写真撮らせていただき、その写真ちょうだいよなんていう会話もして、さよなら素敵な男性でしたね。どの写真もね本当に素敵な写真ばかりで、もうもうもう。マジでもうどこにいるかが一瞬で分からなくなるような緑の鳥がいました。 3,4 匹いましたかね。日本ではなんか許可されなさそうなアスレチックがありました。何の映像ですかと。そうラーメンね食べました。本当にまあ海外で食うとしたら美味しかったんかな。やっぱ日本のラーメンが一番っすね。それが当たり前かもしんないけど、なんかピンク色の花がいっぱいあって素敵でしたね。ここも素敵だったな。なんかもうどこもね絵になって写真撮るのが楽しかったっすね。ライトルームで、編集はしてます。
なんで取っ手出しでこういう絵になるわけじゃないんですが。かっこよくない？そう、モノトーンで撮り始めてみたらそれもそれでまた素敵でね。なんかあの今後の人生、趣味、なんだろう、いっぱいいろんな移り変わり増えていくと思うんですけど、カメラの趣味は多分しばらくずっと続いていくんだろうなって感じで、サントリーニ島ね、人生で一度は行ってみたかったんですが素敵でしたね。この日のファッションはリドムのデニムにウールティーですね。素敵でしたね。もう本当に、なんだろう、風も気持ちよくて、すごいね、これ暑いのは変わんないんですよ、ずっと暑い。おばさんの声がカモブみたいな。リムのサングラスですよ。めちゃくちゃ活躍しましたし、これがさ、何、1万円以下っていうのもすごいよね。ドアップ、鼻の毛穴気になっちゃうね。いいですね。グイインフォントリーです。あー、グイ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 、あー、行っちゃって行っちゃって行っちゃって、あー、気持ちよさそうですね。生きてるね。生きてるね。ここ泊まった場所の目の前です。もう使い放題なんですよ、このプールが。なんとかね、軌道を確保するけど、気持ちよかったなぁ、マジで。足も深いんですよ。そうです、最高です。急に AGA 動画なんだけど、 AGA 動画ね、ここはあの広い方だと思うんだけど、昔が広かったね。ポコンポコンって40代ぐらいの近くがあったわけよ、前ね。確かになくなってる、なくなってるよね、マジで。もうちょっとこうやってやって、もう一個取って、やってるよ。あ、でも前より生えてる気がする。ピンポン玉のね、ポコンとしたような足がなくなったんだよ。だけどそれがあの何も気にしなくなったっていうのは大きいなと思う。まあ一般的に見たらまだおでこは広い方だと思うんだけど、すごい良かった、あの AGA 治療始めて。サムネ、うわすごい、何してるの。超気持ちいい、気持ちいいですね。どうも、いつピースドルで、あっちまで泳いでもらってた。ここからはね、ただ泳ぐっていうだけの映像なんですが、このサングラス得意ね、似合ってる。あ、飼育さんが電話かかってきた。あれだ、会社のスタッフの方ですね。イエローポーズです。散策でございます。なんかね、わけわかんない洞窟だったんですよ。ここがもう僕らの部屋の中、の一つで、でここがなんかもうあったかいお湯なんですよ。海パン履いてるけど、もうフルチンで履いてるよみたいなことなんですよね。で、あったけー。で、ほら、すごいよ。で、椅子が今あるから、椅子に座れて、こう、優雅に声が響く中、反響の度合いがすごいですね。で、向こう側の景色で言うと、
こんな感じのめちゃくちゃ素敵な光景が広がってるんですよ。でしかも漏れる、なんかそんな感じですね。はい、ありがとうございます。で、宿題なんですけど、日本の箱根とか、あとは京都とか熊本とか、そこら辺のいい旅館のマックスのスイートルームの値段とあんま変わんないですね。なんか法外的に高いとかそういうことではないですね。ではでは楽しみたいと思います。猫が可愛かったのよ。実家で300匹、今はルルを1匹飼ってる。もう人生ずっと猫を飼ってる人生なんですが、可愛かったな。サントリーニ島はもうめっちゃくちゃに猫がいるで有名らしいですね。そうそう、そこそこは出てる。ここやで。あ、もう一匹猫ちゃん。猫さん。出ましたね、ダブルウェイを。3年に1回出るかどうかですが、すごいね。すごいね。ロバがいるのよ。全部素敵に映るね、この街は。なんかあったかいお湯と、すごい極端に冷たくなる水が流れてきたりとか、おかしな海でしたね、ここは。体冷やせた？しかもなんか急に超冷たい感じ。あ、流れてくるの？うん。その瞬間に。うん。いやもう冷めてる。ロバね。送迎してくれるみたいなのを言ってくれて、じゃあそのまあお金はもちろん払うんですけど、すごかったね。20メートルぐらいか30メートルぐらいか。ロバさんがね、運んでくれて。ここも素敵でしたね。こうサンセットが見えるで有名なレストランらしくて、もちろん予約も必須なんですが、猫が常にいるのよ。さすがにお酒休んでオレンジジュース飲んでたな今。ちょっとジントニック飲んでんね。ここの猫可愛かったな。ほら、ここで撮った写真も後ほどお見せしますね。うわ、気持ちいいってね。あ、すごい噛んでくんのよ。ツンデレな猫でしたね。もう一匹来た。何この映像。待って、奥の猫も来た。猫、あららら、人生通してこんな写真を撮る時が来るとは思わなかったね。猫素敵やね。かわいい。
みんながこうじゃれてってね、素敵、いいじゃないですか。さあ、いよいよ終盤です。どうも皆さんこんにちは。最終日ですね。最終日は晴れすぎてない、本当に気持ちいい気温で、風も緩やかで、朝もプール入って、朝は朝ごはんを食べました。映像としてはこんな感じです。どうぞ。めっちゃ素敵じゃない、めちゃくちゃ素敵。です皆さん。ああ、うまそう。で、うわー、おいしそう。コーヒーか。カップラテ。脇毛、まあ日本帰国したと剃ったんですが、やっぱ剃る前気持ち悪いね、見てると。日焼け防止グッズ白すぎない？日焼け止め、こう足をねつけてるだけでもすごい気持ちよかったな。あ、これはあれですね。ゲンジが横から出てきて、背中ニキビがずっと昔からあるんですよね。まあここは本当に皆さんの時間を奪ってごめんなさいタイムですね。うん、泳いじゃっての時間ですね。カフェラテなんて飲んじゃって、音楽流れちゃって、うん、ゆっくりと時間が過ぎていく、そんな朝でした。ウィムのサングラスもいい感じです。ぜひ皆さん夏の旅行にはウィムのサングラスをつけてってみてはいかがでしょうか。このビール回ったな。そんな感じでね、まあ、最高な一日のスタートを切らせていただいております。ビールがすごく美味しいですね。今日のファッションはもう本当にシンプルに着心地重視のウィムの T シャツです。ウールティーもね何枚か持ってきたんですけど、ちょっと暑すぎないというか、むしろ肌寒い瞬間もありそうだったんで、寒くならないちょうどいいT シャツを着ました。で、ウィムのトラックジャケット。トラックジャケット。あ、ウィムのトラックパンですね。で、ライフのベルト。これがね、めちゃくちゃいいんですよ。こちらがですね、ウィムの新作のブレスレットでございます。ウィムのブレスレットを使っている方多いと思うんですけど、それの新作が出ますので、お楽しみに。メガネね、これぐらいの黒さでも、やはり開けるとね、若干こう目がこうなるんで、やっぱ過ごしやすいですね。いや、この旅を通してのベストショット何枚か見てもらっていいですか？いや、ほんと最近ね、カメラが趣味で、いい映像、いい動画の時代だと思うんですよ。YouTube で 4K、ジャングルの素敵な動物と森林と動画で見えたんですけど、写真のね、威力もあるなと思って。なんで、ご覧ください。どうぞ。さあ、どれも素敵でして、ありがとうございます。まあ、マルーン5のパクリの曲を流してる著作権は大丈夫だと思います。あのなんか今日テイラー・スウィフトのなんかパクリの音楽、うん、でもまあすごくいいよね、白くてうまっ、ドライフルーツ、うん、今日はこの後はワインミュージアムに行きます。ワインがどのように作られる、そして僕の
ワインをどういう味がするのかっていうのを体験しながら飲むっていうイベントに行ってきます。一生で見れるかな、この景色。あちらを映してください。今回旅を経験して、投資浪費と消費、これずっと言ってたんだけど、お金の使い道とかもそうなんだけど、時間の過ごし方とかもそれができて、で今回の旅を通して、まあ、もちろん癒される経験、人生、ああ幸せということもあると思うんだけど、なんかこの体験を通して、例えば自分の着てる服にとか、あとは洋服に、旅行においてはこれがプチストレスだなとか、旅行においてこれはすごく便利だったなとか、成功体験を積み重ねて、逆に失敗も失敗で忘れずに、自分の発信や情報に役立てることはもちろんのことを、自分が作るものとかにも役立てていきたいなと思ったし、ベタな話、モチベーションとかにはもちろんなるんですよ。モチベーションにはもちろんなるんだけど、モチベーション上がった家だけで終わらせたくないぐらい、すごくいい旅行だったなった。旅行だったなって。旅行だったなって思います。バクっちゃった最後。ということで、これなんか今回の旅がなんかこう、他の YouTube ワンチャン上げるんだとしたら、あーなんだ、現地旅行自慢したいだけの動画か、と思われちゃったら、まあそれまでなんだけど、個人的には、ただ自慢したいだけじゃなくて、現地をこうして自分の人生をアップデートして、経験して、それが多分、明日明後日のすぐ発信の情報には役立たないんだけど、ただ、こういう経験ってこう1年後、10年後、20年後に生きてくるので、自分を積極的に体を動かし、いろんなことに挑戦していきたいなと思います。そんな感じですかね。飲みすぎには注意しましょう。その代わり。じゃあまた。さあ、素敵やんか。この写真とかえぐない?ワインミュージアム良かったなぁ。まあワイン好きじゃなかった場合絶対行く価値1ミリもないと思うんですけど、うん、ワイン好きだよとかお酒好きだよって人は本当に一個一個手順踏んで、いかにしてワインがこう歴史とともに作られてきたかが分かりやすく楽しく学べる場所なのでおすすめです。ガイドもあって、いかにワインを絞り取るかとか、その鉄とか使っちゃうと発がん性物質があるので、こう木でやってたんだよとか、すごいねワインの試飲ね。ただ飲んで酔っ払いの映像をご覧いただいてだけで申し訳ないですね。ぐい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 、もうマジでね、サントリーと階段多すぎてマジ疲れた。風すごかったんだろ、ここマジで異常なまでにすっごい風強かったな。シャンパンもね、
多分めっちゃ高かったんだと思うんですよ。ウィムのピアス。さあ素敵ね。右に転んだら死ぬ場所で飲んでたね。うん。なんか言ってるけど、もう風がね、もう風の音がビュンビュンで、すごくて。帰り道にもね、猫がいて、もうどこにでも猫がいたのよ。超可愛い。なんやかんや最終日の朝です。最終日名残惜しかったけど、なんかちょっと日本に帰りたい、ホームシックなところもあったんで、本当にね7日間という日数がベストでしたね。うん、空港の写真もね楽しかったな、撮ってて。ここは乗り継ぎですね。このスマホの映像が見れるメガネめっちゃいいね。まあ旅行の時ぐらいしか使わないし、家の中でもあんま使わないんだけど、この方の YouTuber の動画めっちゃ面白いね。最近見始めたから名前思い出せないけど、この方めっちゃ素敵です。はい、ということで今回はイタリア、ギリシャ、ローマ、フィレンツェ、サントリーニ映像をご覧いただきました。はーい。ここまで長く旅行することが、神休み以外であんまないので、神休みもね、動画アップしたんですが、今後も長期的に旅行行ったら、片手間ではあるとは思うんですけども、撮った動画を編集して、YouTube にアップしていきますので、スペシャルな動画をご覧いただき、ありがとうございます。では、今回の動画散るかったり、いいねと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、そして、コメントのほどよろしくお願いいたします。では、次回の動画でお会いしましょう。以上、現状の動画でした。またね。